食堂です。今日は雑談です。なのでお酒を飲みながら、今日飲むのはプレミアムモルツアンバーエールでございます。普段飲まないとても美味しいお酒ですが、視聴者の方からいただきました。ありがとうございます。めっちゃうまい。はい、うめえ。ってことで、まあ、今日の雑談はですね、まあ僕がずっと謎に思ってることなんですけど、まあそれに対してなんか僕が今こう考えてますよっていうところと、プラスそれをじゃあ改善しないといけないよねってなった時にやってる取り組んでる内容を、まあ、ちょっと雑談ベースで話したいなと思います。もし考え方なんかもっとこうじゃないとか別の見方あるよっていうのがあれば、コメントでも教えていただければ、あの僕の総力アップにもつながるし、僕はあのパーソナルで教えてたりするんで、まあそういった方の間違った知識はね教えちゃいけないので、落とし込みができるのかなと思うので、よかったら雑談ベースなんですけど聞いていっていただければなと思います。で、僕が今ものすごくね疑問に思ってる内容は、前ももの筋肉なぜこんな発達してるのか問題ですね。まあ、なぜねこの僕の前ももがこんな太くなるのだろうかと、これが僕が今遅い理由、僕が早くなれない原因なんじゃないかというところを、まあいろんななんかこう本当にいろいろ考えて、こういう理由なのかな、こういう理由なのかなみたいな形で、まあ動画だったり本を読んだり見たりしてるわけなんですけど、まあその中でですね、僕が考えついた結論は、結局まあもともと思ってたのは、前ももブレーキ筋って言うじゃないですか。で、前設置が前になりすぎると膝がこう伸びた状態で設置しちゃうんで、前ももにビーと引っかかっちゃって前ももが太くなりますよと。はい、まあ言ったらブレーキ筋使ってますよみたいな感じで考えてるかっていうのが、まあ僕の中で今まで、うん、そういうことなんかなみたいな感じで思ってたんですけど、まあでも僕別に設置がそんなに前にあるっていうイメージもないんですよね、正直言うと。こんなピーンと前伸ばして設置してる感覚はないんで、だからその前もものそのブレーキ筋っていうイメージが僕の中にあんまりなくて、うん、っていうところで、いまいちこう前ももの筋肉が発達している理由がブレーキ筋であるっていうので結びつきがなかなかできないんですよ、僕の中で。まあそんな中、今ねなんとなく思ってるのが、結局例えば重心を真下に設置したとしても、これが前ももの筋肉と今反対の筋肉って裏もも使いましょうよみたいないう話があるのかなと思うんですけど、前ももの筋肉と裏ももの筋肉がじゃどう違うかというと、前ももの筋肉は基本的に膝を伸ばす動作ですよね。で、裏ももと、まあ、お尻か、はい、の筋肉は股関節を伸ばす筋肉ですよね。はい、じゃあそういう知識を置いておいて、話を一旦変えて、設置した時に筋肉が何もなければこうついた時に膝が折れて、その上の股関節もパタンと、どういう感じかっていうと、何も準備してないから、はい、これでいいや。はい、これがふくらはぎで、これが前ももの骨で、これが股関節ですね。なので設置した時に、筋肉が何もなければ、ついた時にこの前の関節はこう倒れますし、股関節はこう倒れていきますよね。はい、なのでじゃあ、設置したらこう倒れていいかって言ったら倒れちゃダメじゃないですか。体はまっすぐ押し出してまっすぐ保たないといけないんで、そうなったらなんて言うんだ、こう筋肉肉離れしちゃうんで、
それを防ぐために筋肉が働くんで、前ももがビンと伸びて、股関節がビンと伸びてまっすぐ取るわけですよね。なのでこの時にビンと張る筋肉が、ここが膝下でこうビンと重力に対して立てようとしちゃうと、前ももって張るんだろうなみたいな。逆に膝下の筋肉はまあ最低限、まあ前ももこの膝の関節も絶対大事だと思うんですけど、この膝下の筋肉だけで衝撃、あの重力に抗うんじゃなくて、しっかり股関節のこの筋肉もちゃんと受け止める、この重力に逆らう、まあいわゆるお尻と裏ももの筋肉が働いてくれるっていうのが出ると、前ももだけに頼らないのかなと思ったっていう話でございます。でも実際のところは、あの走ってる時にじゃあいちいちこうスクワット姿勢取りましょうとかなんないじゃないですか。膝と股関節を緩めて衝撃吸収して伸ばしてではやんないじゃないですか。基本的にこう、まあ多少はこう曲がってたりはするんでしょうけど、あんまりこう意識するような話じゃないと思うんですよ。まあ基本的にはもうバッとついたら沈めるっていう意識はほぼないと思うんで。でも沈まなくても、さっき言ったように重心に対して設置した時に重力が絶対かかってるんで、何も筋肉が働いてなかったら潰れるわけですよね。なんですけど、この潰れないようにしっかりと働く筋肉が、さっき言った前ももと後ろの筋肉があるんで、この時に膝ばっかりでビーンと伸ばすっていうよりは、この股関節のこの方もしっかり曲がんないんですけど、なんて言うんだろうな、曲がんないんですけど、曲がる方向に対してちゃんと受け止めて、でもそれをしっかりとバチッと止めてあげるっていうのが、なんか大事なのかなと思いました。これうまく伝わってるかな、僕が言いたいのが。まあ今日はまあ雑談なので、あのまあいっかなので、そのために、裏ももの筋肉をちゃんと、まあ言った股関節の屈曲がちゃんと出ないと、出てこそ使えるので、多分これがこの動作が、はい、まあ出ないことには、この動作が出なければ、どんだけ裏もも使おうと思っても、言ってしまったら、この膝の曲げ伸ばしの重力にしか支えられないんで、ちゃんとここが折れたたむ、着地の衝撃を吸収できるっていうのが、なんか大事なのかなと思っているっていう雑談でした。というところで、僕が最近取り入れてるエクササイズっていうのがあるんですけど、種目名合ってるかちょっとわかんないんですけど、バックキックってやつとヒップスラストっていうのを入れてます。今言ったように、股関節のこの屈曲が入って、股関節のこの曲げ伸ばしが入ってほしいんで、でこの時にただのスクワットだと、普通にスクワットやるとここだけじゃなくて膝もやっぱり動くじゃないですか、スクワットって。これだと股関節だけ使ってるイメージってあんまりつきづらいんで、まあだったらバックキックは、はい、これ膝関節、これあのうつ伏せ、四つ這いの状態でこれあのちょっと皆さん想像してくださいね、ちゃんと股関節と、これ膝の関節ね、ここがで、膝を伸ばしたくないので、膝を伸ばさずに股関節をしっかり、股関節だけ動かしたいので、膝は曲げて、この状態で、あ、ゴム見えないよ。あの、これ、股関節を曲げ伸ばしするが大事かなと思ってます。これが、バックキックですね。で、それと、ヒップスラストは結構有名なのかな？多分。ヒップスラストは、あれですね。はい。こうして、この状態で
これ逆にあれです、へそ側が上向いてる状態です。上向いてる状態で股関節をこっちに畳んで伸ばして、畳んで伸ばしてっていう動作です。足はねこうちゃんと地面ついてていいんで、足地面ついてここで、これでも膝も伸びんだよね。まあでも膝はあんまり意識やっててする感じないんで、なんか個人的に感覚いいなっていうイメージあるんで、こうやって股関節を曲げ伸ばしする運動、はい、これいいなと思ってやって、でも最終的にはあのー、今股関節だけ使えるようになんかイメージしてるんですけど、最終的にはこの動作で膝も入るけど股関節もしっかりと受け止める力が欲しいので、というところで、まあ、軽めのこれなんて言うんだろうな、浅いスクワットっていうのかな、ヒップヒンジっていうのかな、ひょい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 みたいな、ここ僕結構浅くやってます。この動作は浅い、本当20-30度ぐらい曲がるぐらいでやって、この時にこう下がった時に前ももが膝を伸ばそうと、こうした時にどっかの筋肉が支えないとガタンと倒れちゃうんで、それ支える時に前ももが優位にというか、前ももが働いちゃうとこの下がった時にここが多分張ってくるというかきつくなってくるんですよ。なんですけどしっかり股関節動かせてるなって感覚があれば、裏もものがお尻のがきつくなるんで、まあ、そこでちょっと感覚を作って走る前とかひょいひょいひょいとお尻を引く動作をこう、まあ、浅いスクワットやって、なんとなく感覚作ったら、はいじゃあ走ろうみたいな感じで最近はやっております。はい、ということで、なんか僕の中で前ももが発達し、こんなになんで発達してんだろうなっていうところと、まあなんか前もも、じゃあ例えばじゃあ僕がどういう局面で使ってるかというと、多分もしかすると前ももってそういうことなんだろうなみたいなところで今落ち着いております。はい、あとはもう一個なんか自分の中で思うのは、こうなった時に走ってる時に設置しました、で設置した時に足がこう流れていくじゃないですか。じゃあ極端に言うと、設置した時に足がこう流れていって、まあ膝と股関節が伸びていってまっすぐなってた時にもう一回振り上げて前に出てくると思うんですよ。はい、なんですけどこの時にこう伸ばしていった時に最後、基本的にこの伸ばしていった時に股関節だけが伸びきってしまえばいいのでいいんですけど、これを最終的に股関節が伸びきった後に足がまだ残って、今度膝をグーンと伸ばそうとしちゃうと、まあ、前もも使ってるよなって思うので、でこう引き上げる、着地して曲がっ、まあ極端に言うと曲がって、このまま曲がった関節が伸びて、股関節伸びてここで引き上げればいいんだけど、最終局面で膝もビーン伸ばしそうとしちゃ、膝もビーン伸ばそうとしちゃって、はいここ前ももを使って最後蹴っちゃって、膝で蹴っちゃって前に押し出す動作になってるんじゃないかなと思ってたりもします。はい、まあこのあたりを改善するために、まあドリル、まあ最初さっき言ったような、2個目言った後ろに流した足が膝が伸びきっちゃう状態作りたくないんだったら、ドリルとかで、あれ例えばこうスパンスパンスパンのやつで足流したやつを膝できるだけ近いってそのまま持ってくる、前に素早く持ってくる動作とかいいのかなと思ったりしております。まあそんな感じで本日の雑談終了。まあもしこの今ねこういったところで今僕取り組んでるんで、秋口とかにまあなんか体格の変化があったりとか、それこそ一番いいのはタイムの変化があれば一番いいので、まあタイムがいいタイムが出たらこれまたちょっと
正しく動画で作り直したいなと思います。ということで今日の動画以上、ご視聴ありがとうございました。